今日は岩手県広野町の種市から八戸の方に向かって、三陸道を通っていきたいと思います。この道路は、今通るところは無料区間になってます。八戸方面から行くと八戸から仙台までつながっていて、今日はその逆方向から仙台方面から八戸に向かいます。ここのインターチェンジ、広野町種市なんですけど、ここ3年くらい前に、2、3年前かな、にできたところで、非常に便利です。八戸からこれまでだと、なんか40分くらい多分かかってたんですけど、ないし1時間くらい八戸からここに来るのにかかってたんですけど、高速道路ができたので、2、30分で来れるようになりました。一応動物注意って書いてあるんですけど、動物やっぱり出てくるので、よく注意していただいて運転されるといいと思います。でここ速度制限80キロなんですけど、結構皆さん飛ばされるので、であとここの特徴は都会の道路と違って、明かりがありません。自分の光だけをこう頼りに行く感じです。それは東北道の一般の高速道路と同じなんですけど、なのでよくよく注意しながら走っていただけたらいいなと思います。今10月の上旬で、雪も降ってない状態です。なので非常に80キロ制限のところは80キロでスムーズに行けます。冬場は雪が降ったりとかすると下滑ったりとかもあるので、そこは注意が必要です。今種市ってところから乗りました。種市は最近芸能人の増田岡田さんのとこの、娘さんの岡田由美さんが、最近なんか来たということで、もうこの地域では今ちょっと話題になってます。なんか海岸、種市海岸とか、あってウニとかすごい有名なんですけど、そういうのがあってこう来てくれたようです。ですごい人気だったので、というところです。でここから、ちょっと前までは 2,3 年前まではちょうど、ここから行くと八戸から橋上岳というところがあるんですけど、橋上まで、高速道路 この道路が続いてました。そこから南に一部まだ続いてなかった部分が最近になって 全部通ったということになります。種市から、橋上ってところなんですけど、橋上というところは、橋上岳というのがあって、そこは車で登れる山なんですけど、頂上付近まで車で行けるみたい で橋上岳からその北に八戸があるんですけど、遮るものがないので、橋上岳に登れば多分、八戸 の夜景というのが非常に綺麗に見えるんだと思います。と南側の方、種市側は橋上からは多分あまり見えないと思います。山がもうちょっといっぱいあるのでというところです。あと橋上岳というところは自転車 の大会とかがよく行われているので、おそらくその自転車に明るい方はご存知なのかなというところです。私も一度昔行った時になんか大会じゃないですけど、自転車漕いでる人たち見たので、おそらくそういうのやってるんだと思います。 YouTube でもなんか見たことあるので、そういうのが盛んに行われてるんだろうなと思います。そういったスポーツというかが盛んなところを、種市から橋上を通って今この道は八戸に向かっているというところです。ここから橋上町になりました。で、これいわゆる一般の高速道みたいな形なんですけど、一般道を通っても、町というか、いろんなお店とかあるので、非常に楽しむことができます。ちなみにこの道は、今橋上に通ってこの先に特にパーキングエリアとかがないので、もし休みたいという方がいたら途中で降りて道の駅とかそういうところに行く必要があります。
ちょうど今表示が左に出てるんですけど、橋上道の駅インターチェンジ出て4キロというふうな表示がありました。なので、休みたいとかトイレ行きたいとかそういうのがあると、まあ、そこに行く必要があります。ちなみにここの八戸から種市までの区間だけじゃなくて、これは八戸から、仙台まで含めて、途中の、パーキングエリアというかサービスエリア自体はここにはありませんので、そこはちょっと押さえておく必要があります。合わせて、なので、ガソリンスタンドとかそれもありませんので、ところどころ、まあ、必要時に一旦この高速から降りて、燃料補給必要であればする必要があります。まあ、これ無料区間なので、まあ、途中で何回乗り降りしても特に値段は変わらないので、まあ、行きたい方は、まあ、必要な方は必要な時に、まあ、逆に言うと降りやすいところというふうになります。で、ところどころ明かりがあるのは合流地点ですね。今まさに橋上のインターチェンジがあるんですけども、こういう合流地点にはちょっと明かりがあって街灯があって、まあ、見やすくなってます。それ以外のところは、街灯ありません。で、橋上の奥はここから70キロ制限になってますんで、速度制限も80キロ制限のところと70キロ制限とかありますので、よく注意して、運転していただけたらいいと思います。運転している中で結構、パトロールの車も見かけます。まあ、おそらく、まあ、速度制限を超える方だったりとか、まあそういう方も結構いるんだろうなと、まあ、それだけパトロールしているので、なので、気をつけていただけたらなという感じです。で、ここの道路のいいところはなんか道がすごい、まあ、新しいということもあって、すごいツルツルで、なんていうか段差というのがあんまりありません。八戸市とかの中に行くと分かるんですけど、雪が降るかなんかそういったのが理由で、まあ、非常にこう道がボコボコで、まあ、穴が開いてたりひびが入ったりとかして走ってるとこう非常に細かく揺れたりします。まあ、一方でこの高速道路は全然そういうことがなくて、まあ、整備がしっかりされているので、非常にいいです。というところで、あと5分くらいで八戸南、インターチェンジに着きます。あとはこういう道が、まあ、ちょっと続くような形です。まあ、その他のなんかこうこの道で、なんか変わったことっていうのはないんですけど、まあ、山の中を通ります。一般道だともうちょっと海の方を通るので、まあ、景色見ながら走れるんですけども、この道は割とこう山の中に突っ切って走ってるので、まあ、動物とかも結構出ますし、天気、霧とかですね、雪とか雨とかそういうのの非常に影響を受けて視界が悪くなったりとかするので、まあ、注意しながら、今日みたいな天気が、今日今夜の8時くらいなんですけど、特に地面も乾いてて問題ない天気です。こういう時はもう本当に楽しく運転できます。街がパッと開けて明かりが見えてくるとちょっと楽しいというか、そういう道路です。はい、ということで、これで動画については終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。私チャンネル登録50人目指して頑張ってます。50人超えると YouTube でライブ配信ができるということで、ライブ配信ができるようになったら、まあ、こういう感じの動画とかをライブ配信で流していきたいなと思ってやってます。今八戸市に入りました。まあ、八戸入るとなんとなくこう同じような道なんですけど、なんか都会に来たなっていう感じがなんか若干する気がします。まあ、特に青森県に入ったから八戸市に入ったからといって道自体がなんかこう変わることはないんですけど、まあ、いずれにしても周りのこう草刈りとかそういうのも含めてすごい手入れがされている道路なので、すごい走りやすい道路です。なのでもし来られた方おすすめです。はい、ということで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。もしいいなと思っていただけたかった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いします。ありがとうございました。